バンクーバー国際空港はカナダブリティシュコロンビア州リッチモンドにある国際空港。バンクーバー市街より南西1 5トルに位置し、フレイザー川川口の中州の大部分を占める。年間の発着数、旅客数ともにトロントピアソン国際空港に次ぐカナダ第二の空港である。スカイトラックスのワールドエアポートアワードでは2010年から3年連続で 北米地区一位の評価を受け2012年には世界9位に到達した。水上規定機便のためのターミナルを備えた国際空港としては珍しい空港でもある。バンクーバーはカナダの都市の中でもアジアに最も近く、またアジア系移民が多いことからアジアからの玄関口と位置づけられている。バンクーバーにはもともとミノルパークに滑走路があったが、市が 現在地を購入し1930年に飛行場の建造が開始された。第二次世界大戦中に連邦政府に貸し出されてカナダ空軍の訓練基地となり、その収入により敷地拡張を行った。1968年に Z 機への直接登場が可能な現在のメインターミナルが竣工1996年には国際線ターミナルが拡張され、 北側の滑走路が完成した。米国への入国審査は、搭乗前に東空港で行われる。先住民の様式で飾られた、国内線ターミナル先住民のトーテムポールなどが置かれた、国際線、ターミナルスカイトレインの、カナダラインがバンクーバーのダウンタウンへ、約25分で接続している。また、ブリッジポート駅にて路線が分かれており、 リッチモンド方面へ乗り換えることも可能である。料金は平日の始発から18時30分までがゾーン制、平日の18時30分以降並びに土日祝日の全日が均一制である。空港からバンクーバー市内は2ゾーンのため4.1ドル。均一制の時間帯は1ゾーン分の料金である2.85ドルが適用される。乗車券の有効時間は 購入時より90分である。空港島内の駅から出発する場合のみ、乗車券に加えて5ドルの割増料金が課せられるが、定期券、一日乗車券、回数券利用者はこの割増料金が免除される。これらの乗車券は、駅の券売機で購入可能である。また、乗車券は、スカイトレインの多路線、路線バス、シーバス等でも使用可能である。道路線は、 2010年のバンクーバーオリンピックの開催に合わせて、その前年の2009年8月に開業した。それ以前はバンクーバーからは 98B ラインという急行バスで空港東側にあるエアポートステーションまで行き、そこから424番のバスに乗り換えなければならなかったが、98B ラインはカナダラインの開業をもって廃止された。スカイトレイン同様、 トランスリンクが運営している。スカイトレインが運行しない深夜には、夜行バス N10 が運行しており、バンクーバーのダウンタウンまで約30分。また、南ターミナルへのアクセスとして、スカイトレインのブリッジポート駅から412が連絡している。パシフィック、高知社が、スクアミッシュ経由ウィスラ駅のスコヨーリンク、及びビクトリア駅のビクトリアリンクを2から3時間おきに、 運行している。またクイックコーチライン社がワシントン州シアトル行きのクイックシトルを運行している。タクシーはメーター制で他に行き先別固定料金製のリムジンが営業している。国際線ターミナルと USA ターミナルの中間にある先住民族の伝説をモチーフにした像は旧2 0ドル紙幣の裏面に描かれている。ありがとうございます。